第7試合はハイテンショントリプルインパクトと題してお送りします。まずは赤コーナー全日本女子の3人の選手です。さあいよいよやってまいりました。堀田恵美子選手、今日の意気込みを聞かせてください。そうですね、向こうの3人をもう片っ端から蹴り潰します。なるほど、はい、得意の蹴りを見せてください。そして豊田真奈美選手です。前女の3人は個性がみんな違うんですけど、気持ちを一つにして JWP を通したいと思います。はい、ちょっと怪我の方も心配ですけれども、長谷川早紀選手どうですか？首の方を痛めてたんですけど、たっぷり治療に専念したんで、もうほとんど万全の状態に近いんで、今日は1ヶ月くらいリングから離れてたんですけど、久しぶりに上がれるその喜びを JWP の3人の選手と、あとお客さんに思いっきりぶつけていきたいです。はい、全日本女子3人の輝くような目が非常に印象的です。そして青コーナーは JWP の3人の選手に来ていただいております。まずは福岡光選手、結構緊張してますか？はい、緊張してます。意気込みを聞かせてください。すごい会場も大きいんで緊張してますけども、いい意味でそれをリングの上で反映できたらいいと思います。はい、また、大きな大会が来ましたね、尾崎選手。はい、武道館は憧れの会場だったんで嬉しいです。今日も素晴らしい試合を見せてくれますか？3人の個性がうまく出せたらいいなと思います。はい、さあそしてプラムマリコ選手、はい、緊張感あふれる試合を、全女の方と6人で出せたらいいと思っています。はい、という JWP の3人の選手、非常に華やかなバトルが期待できそうです。みんな女子プロレスを愛して本当に良かった。ビッグな夢が今武道館で爆発。ハイテンショントリプルインパクト6人タグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー JWP145 パウンド福岡ひかり、135パウンドプラムマリコ、130パウンド尾崎真由美。コーナー全日本女子プロレス155パウンド長谷川早紀、155パウンド豊田真奈美、170パウンド堀田由美子、レフリー村山大地。さあいよいよ第7試合です。シックスメンマッチなんですけれども、ハイテンショントリプルインパクトと題しまして、堀田由美子、豊田真奈美、長谷川早紀江組対尾崎真由美、プラム真理子、福岡光組という45分一本勝負でありますけれども、この試合も非常に華やかでね、リング上6人が並びますと何かこういろいろな個性がぶつかり合うなという感じがするんですけれども、放送席なんですがゲストキューティー鈴木さんにお越しいただきました。キューティーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどのシングルマッチ、はい、残念ながら最後は敗れましたけれども、はい、素晴らしい試合でした。 ありがとうございます、おっと、なかなかこういう角度からプロレース見ることないと思うんで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあまずはいきなり JWP チームがトリオが突っかけてきましたが、堀田とプラム、この対決もあっと先日のね、横浜ではプラムがちょっと蹴りまくられちゃったかなという感じのね、ほっぺに飛べって言ったんですね。あ、飛んでくる、危ない、飛びましたね。割と似合わないんですよね。はっきり言いますね。でも意外と飛ぶんですよ。いや、飛んないですよ。あー、そして、あっと、あー、そして長谷川もコーナーに登ってる。あーっとすごい、あ、素晴らしい。いやー、アクションが大きかったぞ今のプランチャー。空中でのモーションが良かったですね。尾崎も行きますか？尾崎も、おっと、あーっと、あ、高さあります。顔かな、尾崎は器用ですからね。器用ですね。 あのコンヒーローっていうかトペコン系の技は本当に上手ですよね。はい、あー、そしてリングに舞台を移しまして、あ、プラムはまたすごいコスチュームですね、これね。ですよ、うん、ね、蛍光色使って。さあ、そして福岡の水着もお乳なんですか？福岡は前から、前から、あ、前から、あ、なるほど。はい、尾崎はお腹の間タイプのやつですね。はい、さあ、そして今度は堀田をこの JWP トリオが仕留めていくという形になるんでしょうか。さあ、尾崎大コール、はい、この
全日本女子と JWP の絡みは、はい、やはり団体対抗戦って数ありますけれども、このクラスの JWP 対全日本女子というのは対抗戦のなんか第2ページっていうか第2幕に入ってるんですよね、はい、まだあの全日本女子と FM ですとか、はい、全日本女子と LLPW というのはまだまだ第1ラウンドって感じがしますよ ね、 うすね、うん、もう次の段階に突入しているという、JWP は対全日本女子は第2のレベルに突入してる感じがしますよね、うん、なるほど、そういった意味でもこの6人タッグ、おーっとすごい、いやこれぞランニングドロップキックだと言わんばかり、モンドリ打って倒れてしまいましたプラム、すごいですよね、ものすごいですね、やっぱりトヨタはあの意地悪くやった方がいいんじゃないですか、キューティーさん、このトヨタのドロップキックは食らったことありますか、私トヨタさんまだ当たったことないんですよ、はい、あこれも意外な、まだ隠し味が残ってありそうですね、そうですね、すごい尾崎もね最初の時にね行っちゃったんで、私もぜひ一度受けてみたいなと思うんですけど、受けてみたい、受けてみたい、いや打たれ強いキューティーさんならではのコメントですけれどもね、お出ましたね、これが本当のストレッチプラムでしたけども、あっとやっぱり JWP と前場の絡みって第2ラウンドって感じですよね、あの成熟したあのプロレスというかね、うん、それぞれの得意技っていうか、はい、流れをみんな読んでますから、うん、あっとこれはロコモーションダブルアームスープレックス、これも結構スピードあるんですね、いやこれも何かちょっと怪我でね最近あの戦線を離脱していました長谷川ですから久しぶりに見たなという感じですけれども、ロコモーションダブルアームスープレックス、いやまだ行きますねこれは、まだ行きますね、おっといつもよりも出血大サービスといった感じですけれども、さあ長谷川選手もこの団体対抗戦でもって一皮二皮向けた選手ですよね、このね福岡との出会いというのも運命的なものを感じるというふうにね、言っておりましたけれども、この長谷川、さあそして今度は堀田、まあこの中では、まあ先輩格というかね、一番まあキャリアの方はあるんですけれども、そういった意味でも横綱相撲を取りたいというところでしょう、あしかし串刺しのニールキック、さあちょっと福岡がちょっと捕まりかけてきました、ショートレンジのパイルドライバーからホールです、重さが違うかなって感じしますよね、でも JWP の選手というのは、はい、あのダイナマイト関西という選手がいますから、だあのほとんどの選手が蹴りというもの結構免疫あるんですよね、そうですね、キューティー選手なんかももうその典型でしょう、もらいまくってるでしょもう、そうですね、うん、だからみんなこの JWP になってからそういう蹴りとかのそう受けがみんな強くなった、そうですね、免疫って感じでしょう、はい、だから最初は関西の蹴りも怖かったですけど、今じゃもう怖いとかよりもいつかねやり返したいっていうようなみんな変わってきたんじゃないかな、そうですか、蹴られれば蹴られるほど何かこうキューティーさんらしさが出てきますからね、いつもキューティーさんと関西でやってるときはね死にそうになってますけどね、でもねよく何発もらったのか数え切れないじゃないですかそうですね、本当に一発が重いですから本当に吹き飛ばされちゃうから怖いけど怖いですけど、はい、前蹴られたら今度後ろ来るんですよね、はい、もうどっかでも来ますからね、でもガードがだいぶ上手くなったでしょ、で自然のうちにあのって覚えてるんじゃないかなって、はい、まあ、あれ本当にあの無防備で蹴られると大変なことになっちゃいますからね、みんな記憶がパーンと飛んじゃったりとか、はあ、よくしますよね、さあそしてしかしこの間ねプラムはかなり堀田にやられましたんで、この6人タッグでぜひやり返したいというね気持ちはあるでしょう、さあ一方は長谷川、この長谷川とプラムの絡みというのもなかなか面白いんじゃないですか、プラム選手は試合巧者だと思いますね、うまい選手って感じがします、はい、そしてその長谷川の若さがどこまで、まあ、しかしタッチして今度は福岡長谷川、これはもうねもう永遠のライバルという感じで2人戦ってきました、福岡のはジャパングランプリでも参戦してかなり前線をした経験もあります、今日は6人タッグですからいろんな絡みありますけど、はい、この福岡長谷川の絡みもいいですけども、やっぱり福岡トヨタというのは何回か当たるチャンスあるんじゃないですか、うん、あのね札幌で名勝負名シングルをそうですね、やってくれましたけれどもね、あの再来かという感じもします、福岡選手がトヨタ選手を相手に例えばローリングクレードルをやっちゃうとかですね、はい、うん、なんか、ね、そういう面白いことをやってみたらいいんじゃないですか、そうですね、さあそして今度はおっと長谷川がお返しのフェイスバスター、そしてトヨタが出てきた、さあこの尾崎とトヨタ 3WA のバッとベルトをかけてのタッグ、あの時を思い出させるわけなんですけれども、あやっぱり出てこいって言いましたね、おっとおやっぱここで福岡に頑張ってもらいたいですね、そうですね、
ファンもねやっぱり分かってますからね。もうこの対戦、はい、福岡選手も実力上がってきてますから、はい、トヨタのコピーっていうわけじゃないんですよね。もう全然土かけてますし、卒業してますよね、はい、まあこの大きな、ね、会場でねその辺をアピールする絶好のチャンスですから。うまい、さあ見事にエビにまとめた福岡ですが、そしてロープに振って、あっとうまい、この辺の返し技流れるように進んでいきます。カウントは2。あ、もう少し見たかったなって感じでしたけどもね。でも今のラウンドは福岡の、おーっとすごい出ましたね。やっぱりすごいな、あれはトップロープですからね、なんかね、なんかスクッと立っちゃったんですね。信じられないことをやる選手ですね、やっぱりね。あのパターンからバック中っていうのもあるんですよ。うわ、いや本当にもう運動神経、おっとこれは合体で、おっと、ああ合体でプランチャー、これはトップロープよりさらに上ということなんでしょうね、同じプランチャーでも私のは違うってやつじゃないですか。いや6人タッグならではの技という感じですけれども、キューティー選手ね、はい、6人タッグを戦うときというのは、はい、チームのことを考えるものと、それでもやっぱり自分はこういうことやってやろうと考えちゃうんですか。やっぱね、チームワークとかで勝ちたいですから、やっぱりどっかで自分のいいところを、やっぱり、そりゃそうですよね。そうね、まあ、それがレスラーですからね、まあ、みんなプロレスラーってそうですよね、はい、いやしかし今の攻撃もえげつなかった。いやみんな2回ずつぐらいおいしいところ取らないと帰れないんじゃないですか。そうですね、まさかこの体勢からホッターがまた蹴るとかって、そういうことあるんですかね。なんか出てきそうな感じがしますけれども。さあ、ダブルクロッチとドラゴンスリーパーのやりそうですよね。複合技で、ああ完全に今、キャメルクロッチ、出てきてしまいました。危ない。うわ、いやノーガードですからね。危ない。危ない攻撃ですが、しかしカウントは。キューティー選手なんかもこれは散々やりますか。何度もやられたでしょう。関西のも受けたし、堀田さんのも受けたし、アジアのも受けたことあるんですよ。アジアの受けた、はい、なんかピンとこないですね。やっぱすごいですよ、でもみんなそれぞれ、これだとバットかなんかの受ければグランドスラム達成ですね。さあこれも堀田の得意技、顔面を強打していきました。カウントはカウント2。さあちょっとプラムが攻め込まれるシーンがちょっと目立ってきましたけれども、でも試合更新ですからね、プラム選手、まあ、割と逃げるって感じがしますよ ね、ま、いつ返して帰ってくるでしょう、うん、まあなんか腰淡々とやってるようなね、そんな雰囲気がしますけれども、今度はトヨタがショルダーアタック。トヨタは今日は大技のオンパレードですね。まあ出る時間がね6人タッグですからね短いからその分美味しいのだけ出た時は全部美味しいの出していくっていうね、そのぐらいの気持ちじゃないかという気がしますが、トヨタ選手らしくていいんじゃないですか、はい、あ今度は何でしょうこれは。おっと勘抜きに決めてそのままホールですか、最初の頃の日本海っていうのはこんな感じがしたんですよ。ああなるほどね。あそして楽しみなこの福岡トヨタ対決、まずはマンジュガタメ、福岡が見舞っていきました。マンジュガタメ似合いますね。かけた時こう肘をねエルボーを当てていく、あの辺のこう姿っていうのはねなかなか、やっぱり顔が見える技っていうのはいいじゃないですか、うん、特にこういうね女性的なタイプのレスラーにはね。おっとこれかなり長い時間食っているとスタミナの消耗度も、あトヨタはちょっとフラフラっと倒れるような形になりましたけれども、さあそしてテクニシャン同士尾崎トヨタ、まあ、尾崎選手もテクニシャンというよりはどっちかというと試合が上手い方じゃないですか。試合巧者、ええ、この後はどうですかキューティーさん。箇所箇所すごい尾崎は攻め込むのが上手いですからね。畳みかけていくっていうかこうリズムがありますよね尾崎さんも。もうなんていうんだろう、決めるときはもうバッバッバッバって本当に大技をうまい具合に出していくんで怖いですよね本当に尾崎は。割と抜くとき抜いてますよね、うん、だから上手い、ね、選手って言うんじゃないですか。今の逆エビもものすごいシャチホコ通り越しちゃったようなえげつないやつでしたけども、今度はドラゴンスリーパー。それにしてもこのトヨタの体ってのは本当に柔らかいですね。そうですよね、あんな技を食えるのはこの人ぐらいじゃないですか。おっと
なんか何気なく出していきましたね。サンダーワイヤーパワーボムカウントは2。それも大崎選手の特徴じゃないですか。何気で結構えぐい、技出しますね。さあ今度はプラム、先ほどのお返しを見舞っていくんでしょうか。ダブルアームスープレックスホールド。いやー、美しいブリッジで返していった。これだけ高度な技がたくさん出てる。得意のビクトル内からいいですね。膝十字固め、自分らしい技をやることじゃないですか。はい、オラリング中央ガッチリと決まっています。おっと、トヨタが張り手で応戦だ。キューティー選手、このプラムの膝十字というのはどうでしょう。これね、動けないんですよ、逃げたくても。この技って逃げようと思えばどうにか逃げたりできますよね、はい、逃げられないからすごい辛いですよね。本当手も足も両決まっちゃってるから。あ、なるほど、はい。あ、そうですよね、ビクトル投げで手を取ってそのまま締めてるんですよね。あ、うん、まあ、もう三歩仕込み、毎日道場に通って練習しているということですけれども。さあそして今度は福岡が4の字固め。福岡選手って意外とずんぐりむっくりなんですよね、うん、あの割とマスクとかあの顔の雰囲気からするとスラッとしてそうですよね、はい、だけど割と足短かったりするんですよね。だからなんか4の字足が届いてないというか。あ、そういうことですか。でもあのレスラーとしてはなんかこう均性が取れてるというか。そうですよ ね、 そうですね、どっしりとね腰がこう落ち着いててね、うん、だからね、そばで見るとあんまり身長がないんでびっくりするんですけど。大きく見えますよね、リングだとはるかに大きく見えるという、うん、あの特殊な選手っていうか、プロレスラーっぽいっていうか、ちょっとこの4の字もかなり長いですね。リング中央真っ向から受けていこうというこのトヨタなんでしょうか。さあここで尾崎にタッチして4の字のまま、ここから尾崎の、あーっと、うーん、得意のトペコンヒーローだったんですけれどもね。失敗させといてからチェンジしたのが良かったですね。はい、さあここで長谷川が出てきてロープに飛んです。おっ、得意のソバットかと思いきや、うん、ラリアットでまずは見舞っていった。本当大きいですね、本当リングの上、そう立つと、170センチというね長身ですから。さあカウンター2。まあこの長谷川もちょっとあの JWP の横浜大会で首を痛めて以来の、あーっと首って言ったところでバックドロップは怖いですね、やっぱり、あれ以来の試合ということになりますのでね、ちょっとあーっと容赦ありません。このあたり今のジョーマンも綺麗で、綺麗でした、ブリッジモンは綺麗ですね、プラム選手、はい。さあそしてガッタ、おお素晴らしい、これは空中での姿勢は非常に良かった。フライングボディアタックを見舞ってきました。ちょっと首を痛めている、その長谷川にとってはこのブロッキング危ない危ない、寸でのところで返していった。今ちょっと体格差を感じましたね、うん、そうですね。ラリアットを返して、あー出ました、ソバットも返して、やはりこの辺りもお互いを知り尽くしているのか、よく知ってますね、お互いの動きを。最後は脇固めといったところでしたけれども、素早く逃げていった福岡。おっと、これは変わった入り方をして、何でしょうか、ドラゴンスーパーのグランドバンみたいな、グランドですかね、今入りが、腕を取ってますので、うん、これはこの大会用に取った、あーっと、ものすごい高角度の裏投げ、すごかった。長谷川の裏投げっていうのは、これ裏投げっていうよりはもう何ですか、バックドロップとね、高さもありますね、あっと、あっ、ここで立体殺法に転じていくのか JWP、 あっと、ここでソバット、最後からソバット、そしてお強引に持っていったジャーマンスープレックス、反発、いや、いかなる体勢からでもね、ジャーマン放っていきます、トヨタ。あ、これは堀田得意のロープに振ってコーナーからエルボーですが、これはうまくかわしていった、あの動きは何十年とやってますからね、まあ、尾崎もなんとなく食ってるわけですけれども、そして因縁の対決、ブラムと堀田、堀田選手やっぱり大砲って感じがしますね、はい、なんか今でねちょっと満を持してるのと、おお JWP、 やはりこの堀田が出てきた時はね、もう連携連携で束になって畳みかけていこうというところなんでしょう、うん、このミサイルキックもなかなか綺麗にチームプレーって感じですよね、はい、今日はの第1試合の6人もそうだったけれども、みんなの3人でのね、はい、合体技をみんな、せっかく6人タッグマッチですから、研究してますね、はい、おっと、あー3人でのドロップキック、しかしこれは
これはおお、そして3人並んで、いや美味しかったですね。いや見せますね、美味しい、いや美味しいということがぴったり。あ、そしてあ、これは福岡トヨタのどっちが取るか、どっちが取るのか、ローリングクレイドのどっちですか、これは福岡ですね、立派ですね。どっちが回ってるのかよく分かんなかったんですけれども、今はこれは福岡がトヨタに対してローリングクレイドル、先に仕掛けてしまう、なんか心意気が良かったですね、はい、ちょっとスピードがいつもよりは乗ってないかなって感じですけれども、あ、ここでホール、カウントはカウント2、いやこれを他の選手にかけないで、やっぱりわざわざトヨタ選手にね、うん、いいですね、うん、そこが素晴らしかった。そして、あ、このスタイルもね、今のあ、これはいい、うん、今のスタイルのドロップキック、今なんかそうじゃない、こうやんだよって感じでしょう、ね、お姉さんがお返し、あ、そしておいしい、これもそういうことなんでしょうか、ね、狙ってたんですね、狙ってましたね。年はこの2人一緒なんですけれどもね、やはりレスリングキャリア、レスリングキャリアで一日の長があるこのトヨタ、同じ技でも同じ技で何かこう一つ一つ教え込んでいくかのようにかけていて、あ、まだ回しますね、回しますね、いやー、あー、ちょっと朦朧としている福岡、大丈夫か、危ない、いや、やはりこの2人は見せてくれます。いやでも本当に今、プロレスの面白さって感じがしましたね。おっと、いやー、ロープに振るのかと思ったら強烈な堀田の蹴りが待っていました。あーっと、これもすごい、あーっと、サンドイッチでミサイルキックとローリングソバットだ、そしてロープに振ってソバット、あー、もうこれからは長谷川の殺人を起こす、これはすごかった、完璧に入りました今、顎の先端、もう一発いった、あー、すごい、モロに入った、まだ行きますか、あっと今度は後頭部だ、容赦ない攻撃、長谷川、あっと、そしてラリアットそのままホール、カウント2、キューティ選手、はい、今の福岡の頑張りどうでしょう、やっぱり、ね、今までね、長谷川さんに負け続けてるんで、はい、やっぱりここで、ね、負けられないっていうのもあるんじゃないかな、相当今食らいましたよね、はい、あ、ご覧の表情は福岡ちょっとダメージが残ってるのが心配ですけれどもね、ちょっと出てる時間が長いですね、長いですよね、ちょっと誰かリタッチしたい、今ちょっと足首をね、あ、押されてるような、自分で返さないと、うん、なるほど、あ、そうですか、キューティー先輩から厳しいお言葉、自分で返せ、うん、ここは自分で返したんですけどね、あー、ちょっとまだ捕まっています、福岡、おお、おっと、うまく返したぞ、これはうまく抱え込んで、危ない、福岡こういうところ上手いですよね、はい、うん、一瞬の隙を突いた固め技、わー、すごい、馬乗りになっていった、これもプラムの得意とする技、そして今度は抱え上げて何があるんでしょうか、セカンドロープ、あ、なだれ式ですかね、なだれ式、フランケンスタイナーか、強烈、カウントは危ない、カウントは危ない、危なかったですね、この技はあの最初の横浜でのね、オールスター戦で、あれでホールを、まさにこの長谷川からホールを奪った、あ、そしてフィッシュストレッチ、それは効きますよ、フィッシュストレッチスリーパー、あー、しかし、あ、ホッタが入っていった、やっぱりブー食らっちゃいますね、今のはちょっと決まったかと思ったんですが、クラムマリコのここ、あ、そして今度は、あー、うまい、うわ、今のもトリッキーな技、さあ尾崎が危うし、尾崎が危ないぞ、あっと、うまくバックドロップを返して、あ、もう一回いくか、あ、今度はそのまんまノーマルのタイガースープレックス、おー、うーん、カウント2、ロープに振って、あっと今度、いやースープレックス合戦だ、今度はドラゴン、お互い綺麗なブリッジでカウントは、カウントは2、やはりこの尾崎とやっぱりトヨタ、普通の攻防では決まらなくなってきましたね、ですね、おお、おっと、これもトリッキーなファイト、うまく丸め込んだが、このあたり尾崎の得意とするところですけどね、あーっと、堀田のタイガードライバーに行こうといったところ、畳みかけていきましたが、これは DDT で返し、完璧なホールは難しいですよね、人数多いですから、はい、
どうか。そして堀田、お得意のムーンサルト、あーっと、あーこれは危ない、この体勢は危ない。あ、やはりこの6人タッグ、お客さんにアピールしてる暇はないなという感じですけれども。そしてムーンサルト、アタッカー、今いい、すごい、うわー、膝の剣山が待って、あ、トヨタ、あ、トヨタも狙ったんですけどもね、場外にいるのトヨタで、今尾崎がトヨタを捉えに行きました。場外へ攻防が移るんでしょうか。さあコーナー最上段から福岡が飛んだ、トヨタに対してフランチャー、あ、そしてプランも行ってるが、あーっとダメか、飛ぼうとしたところ、堀田の蹴りが待っていました。で今試合の権利があるのは一体どうなんでしょうね、尾崎なのか、はたまたプラムなんでしょうか。おっとおっと、これ場外飛ぶんでしょうか、場外飛んだ、あっとこれは尾崎も巻き込んでる、トヨタがアピールしてる、あっとこれはコーナーからですか、コーナーから、じゃあケブラータです。思わず言葉を失うこの技、堀田選手はリングの中で何もしないで回ってたことがすごいですね。あ、そういうことですね。ね、あ、そして肩が、あ、恐怖の合体だ。あ、両コーナー、両コーナーから、あーっとすごい。両方から、あーっと危ないぞ。カウントは危ない。なんか、いや、まだ決まりません。これでも決まらないんだったら何が決まるんだって、ね。何があるんだって感じですね。さあもう一回、トヨタがアピールしてムーンサルトプレス。ムーンサルトプレス、そしてそのままそのままトヨタは尾崎を抑えて、危ない、ピラミッドだ、ピラミッドドライバー、投げっぱなし、投げっぱなし、カウントは、おおっと、あとはキュージー選手、あとは我慢比べって感じですか。そうですね、ここまで来たらね、ちょっとね、消耗戦になってきましたね、はい、何やっても決まんないって感じですよね。いやー、堀田のピラミッドで決まったかと思ったんですけれども、あーっとよく逃げた福岡、それともやっぱりミスをしちゃったチームの負けかなという気もしますね。ちょっと油断した方がもったいないですね、はい、で旋回式ボディープレス、旋回式ボディープレスカウント、あ、これ入れませんね、あ、もう一回いきますか、あ、どうしてもこれやろうって言うんですね、あ、綺麗ですね、宇宙のカウントは危ない、長谷川万事休かと思いきや自力で返していった長谷川咲希、福岡またあの一層ムーンサルト綺麗になりましたね、空中のモーションもすごく広げてね、はい、前からねモーションは綺麗、あーっとおーっと危ない、尾崎がもんだ、危ないぞ、リング内ではエビに固めていた長谷川ですが、今ちょっと尾崎の落ち方がちょっと心配だったか、あっと、あ、大丈夫でしょうか、あー、しかし尾崎がいる、福岡危なかったが尾崎がフォローに入った、あ、うまいぞ、うまくかわして、あ、両コーナー、クラムと尾崎が飛んだ、あー、でも外した、これもしかし、だるま式、だるま式、スリー、あー、今のはやっぱ一瞬のね、そうですね、クロスアームですね、いやー、一進一退の攻防を制したのは福岡光のクロスアームスープレックスホールド、あの長谷川選手からフォール取ったところは意味が深いんじゃないですか。福岡もそこまで耐えてよかったと、耐えてこの結果が出たんだから、すごいあの自分たち身になったんじゃないかなと、ね、もう終盤は攻め込まれてね、どうなることかと思いましたけれども、最後はきっちりクロスアームスープレックス、これは福岡の得意技だったんですけれども、綺麗にそのライバル長谷川からフォールを奪いました。本当にどちらに転んでもおかしくありませんでした。この試合を制しました JWP の3人の選手です。どうぞおめでとうございます。本当に極限状態の中試合を制しました。3選手ともクタクタのようですけれども、一言ずつ感想を聞かせてください。どうでしたか。途中堀田さんの蹴りとかで、やっぱりあのそう恐れちゃいけないんですけど、結構顔の方とか狙われた時はなんか一瞬分からなくなっちゃってか、さあそして尾崎選手堀田に借りは返せましたか。なんか武道館の記者会見の時に
コメントでね、もっとどんどん来てくださいみたいな言ってた割には自分が出てなかったですね、それがちょっとそんな風に言うんだったら自分がどんどん出てきて欲しかったです。私ももっとほったと当たりたかったんで、まあ自分で言っておいてね、ちょっと不満が残りました。ちょっと不満が、さあそして本当にもうギリギリの状態で戦っていました。どうでしたか。あ、やっぱりあのカットとかでも普通のカットじゃなくて、あのほったの蹴りで背中から何からボコボコ蹴られるとやっぱ背中っていうのは注意できないんで、ああいうやっぱ一発一発でもすごい重たいんでしんどかったです。その中でも3人力を合わせて勝利を勝ち得ました JWP の3人です。あの堀田選手、勝てる試合を一瞬のあれで逃したような感じが受けたんですが、どうですか。そうですね、後輩2人いて、やっぱ違うようにしなくちゃいけなかったのに、情けないですね、本当に。やっぱさ、長谷川をカバーしてあげなかったんだけど、できなかったというところがやっぱり。それしかないですよ。京田選手はどうですか。そうですね、全然本当自分も出て流れを変えて決めることができなかったんで、本当長谷川とかをカバーし、長谷川をカバーしてもうずっと怪我してたりした分カバーして自分たちがやってあげなきゃいけなかったのに、全然カバーできなかったんで情けない。なんでか堀田選手来ますけど、こう圧倒してる部分があったんで、もっと攻めがずっと最後までバッといくかなと思ったら、なんだろう、こうテンポが狂ってる部分が、ね、流れも狂ってたし、やっぱりそれをどうにか立て直すのが私の役目だったんですけど、立て直してどうしても、ね、私が上に立ってどうにか盛り上げていかなくちゃいけなかったんですけど、それが最後までタイミングが崩れたままいっちゃって、やっぱそれは人生です。技とかそういうものとかじゃないですよね、やっぱりね、あの気持ちで乗ってれば乗るだけいい技も決まるし、乗ってれば本当に自分が乗ってれば技でも何でもみんな決まるんですよ、綺麗に。どういう、ね、年数が少ないとかそういうものじゃないんですよ、気持ちなんですけど、それがみんな燃えるまで、燃えさせてあげるまで私が引っ張ってあげれなかったところが一番、うん、最後の負けちゃったというか、だからあそこでもっと早くに決めてれば、ね、最後ああいう形では終わらなかったと思うんですけど、やっぱりこれは何度も JWP とこうシングルなりタッグなりやってて、なんかちょっと緊張が薄れてる部分がこのカードにはあったんじゃないかなっていう、そういう部分はどうですか。緊張してもうやってる中身分かってる相手ですよね。だからそれがやっぱり初めに乗るか乗らないかで、それじゃいけないんですよ、こんなお客さんね、武道館で集めてそんなんじゃいけないんですけど、だからやっぱそれが乗り切れなかった。乗り切れなかったというか、乗り切れないといけないんですけど、本当にそれは反省しなくちゃいけないところだと思います。3人で合体が出ましたね、合体技が、いわゆるトリプルインパクトが
あの辺は考えててよく決まったなって感じだったんですけど、3人だからどうにか出さなくちゃいけないって出そうねとは相談してた。JWP ってのはしぶといですよね。しぶとい団体ですよね。プロレスの尾崎とかの選手からしてもね。ちっちゃいのすごいですね。そういうこと言わないんですけど、本当はね。相手のこと何々とか、そういう問題は、ね。というより、自分たちがもう、できなかったんだ。相手のことなんて、見てない精一杯です、もう。堀田選手から見ると、今日の武道館は、この何ですか、前場はほぼ全部勝たなきゃいけないんじゃないかっていう責任感みたいのはどうでした？それはありましたよね、やっぱり前場が勝てないっていうか、ね、大きい口叩いて、勝敗にしてみれば少ないっていうのはやっぱりあったんですけど、ね、それは初めはありましたけど、終わってみてそれどころじゃないというのトータ選手は初めてプラム選手と当たって一発目この公約通りドロップキックぶちかましましたけど、どうですかプラム選手の感触は？そうですね、でもその時ぐらいしか本当今日の試合で当たってないんで、まだ何とも分からないです状態なので。長谷川選手はどうです、体調をやってて首の方は、これはどうですか？怪我のせいにしちゃいけないと思うんで、絶対怪我のせいにはしないんですけど、5年間プレーしちゃってきて、一番いけないことっていうのはやっぱり試合に波があることだと思うんで、本当にもう今まで福岡のことを意識してたんですけど、もうそれとは別にして、もう今は自分がライバルだと思ってるんで、もう怪我してたから先輩に引っ張っててもらおうとか、そういうのは言ってる場合じゃないと思うんで、先輩を押してでも自分が食ってやらなくちゃいけないって気持ちが出なくちゃいけないんですけど、今日は本当に本当に反省ばっかりなんで、もう自分自身悔しい。ただなんか珍しくラリアットをやったり、なんかこうもう気迫で行こうなんていうのがよく感じられたんです。思わなかったんですけど、気持ちがそこまで出たんですけど、気持ちは出たんですけど、自然に出ちゃったことはやっぱり気持ちだと思うんですけど、その気持ちが伝わりきらないっていうか、本当にダメでした。